はい、ロマネガトブログです。俺ファイナルあってさ、来週じゃないな、次の、今は土曜日で、もう次の火曜日エグザム、ファイナルエグザム3つぐらいあんねんけど、見て、めちゃめちゃゲームしてる、これはやばい。明日日曜日スタディブログ撮るんで見ててください。806、あとちょっとで1000、頑張ろう。はい、どうもおはようございます。オープニングでも言った通り、あさってにファイナルが3つもあるっていうことで、それの勉強せなあかん。昨日もほんませなあかんかってんけど、待てにゲームしようぜって誘われて、 FIFA と NHL ボコボコにはしてんけど、ちょっとマジで勉強の方がやばいっていうことで、今日はこの一日中勉強してる、ファイナルに向けて勉強してる様子っていうのをスタディブログ撮りながら、どんな感じに勉強してんのかとか、どんなこと勉強してんのか、あとスタディティップとかもいろいろ盛り込めたらなと思うから、動画最後まで見てほしいなと思います。現状3つのテスト、何があるかっていうと、データストラクチャーってやつと、数学のリニアルジェブラってやつ、あともう一つがエンバイロメンタルスタディ、この3つね。まあ一番勉強せなあかんのは多分エンバイロメンタルスタディかな。でデータストラクチャーとリニアルジェブラは今のところ結構いい感じに高い A やから、ただエンバイロメンタルスタディの方がちゃんと 85% ぐらいかな以上取らなあかんっていう状況で、そういうなんか一般教養系手抜いてしまう癖があって、まあ、そこはちゃんと記憶して暗記してテストに向かいたいなと思います。はい、ということでまず朝一はちょっとデータストラクチャーの勉強から始めようと思います。はい、今日も一日頑張っていきます。データストラクチャーどんな感じの勉強してるかっていうと、こうやってコードがあって、これをシンプルに覚えるだけやねんけど、やっぱり理解しないと覚えられへんから、まずこのどういう仕組みでこのプログラムが動いてんのかっていうのを今理解して、でこうやって頭の中で想像しながら書いてっていうのを繰り返して、で、まあ、テストの時も実はこのコード手書きでせなあかんから、それだるいねんけど、まあ、手書きで思い出せるように何回も何回も自分の中で繰り返して書き出すっていうのをやってる。ちょうど次はエンバイロメンタルスタディ、あんまりやる気は出えへんねんけど、やっぱこういうプログラミングとかは自分の本職やし、自分の専攻やからちょっとやる気は出んねんけど、エンバイロメンタルスタディ、まあ、環境問題、はい、まあ、しっかり考えていくべきところではあるんやろうけど、またこういうやつの方が好き。ちょっと空腹の限界が来たんで、今から昨日の夜作った味噌の鶏肉焼き、違うな、鶏肉の味噌焼きチンして食べます。基本的に俺勉強してて腹いっぱいやったら眠くなるから、できるだけお腹は空かした状態で勉強すんねんけど、ちょっともう限界、うわ最悪や、最悪や、米これしか残ってない。もともと俺白米しか食べてなかったんやけど、白米がなくなって、で夏休み俺ここにおらんから、白米あんなでかいの今から買うのもあれやなと思って、そしたら前のルームメイトがブラウンライスって日本語で何の、まあブラウンライスを置いてて、それを今食ってんねんけど、めちゃくちゃまずい、マジで嫌い、ブラウンライス。昼飯です、いただきます。そこにあるレッドブルは大学で無料で配ってて、あんまりエナジードリンクとか飲むの好きじゃないから、ただかっこいいから置いてるっていうだけ。これに頼ることがないぐらい日中のうちに勉強をちゃんとしようと思うわ。今ある程度エンバイロメンタルスタディの覚えなあかんことっていうのを全部スライド見たり Google で調べたりして理解をできたから、あとは何回も自分の中でセルフテストして、あと覚えるだけっていう感じ。だいぶ長時間座ってるから腰も痛なってきて、ちょっと気晴らし程度に今からアパートのジム行こうと思うわ。ではジムで会いましょう。はい、いつも来てるアパートのジム、いつも通り誰もおらん。
ちょっとここのジム紹介したことないからちょっと紹介しようかな。足トレは多分これだけかな。でまあこれが背中で、あと奥にあるのが肩と胸筋で、まあこれもダンベル使ってできて、でこれが有酸素運動。このジムのいいところはこのダンベルがたくさんあるところ、これ50ポンドぐらいまであって、俺にとってはもうそれで十分、結構豊富で、何よりいいのがこのでかいミラー。だいたい人がいないときは上半身裸で筋トレして自分の体チェックしながらやってる。それが一番筋トレのモチベーションも上がるし、やっててすごいやる気になる。はい、ということで今から筋トレしていこうと思います。 Let's go。 したことなくて、目玉焼きも家庭科の授業でしか作ったことないっていうぐらい。でも最近やっぱ自分で自炊して節約のためにし始めたら、料理まあまあ楽しいなってなってきた。ようやく今俺がなんか作れるようになりたいなと思ってんのがパスタ。簡単やけど美味しいパスタが作れる男ってかっこいいやん。それをちょっと今目指してる。アメリカ留学来てチキンとか料理したけど、味付けを美味しい味付けにする自信がないっていう人おると思うんだけど、そういう人におすすめなのがこれ、ダッシュっつって、まあこういうパターンのなんかすでに完成されている調味料みたいなのがあって、これかけるだけでめちゃくちゃうまくなる。これとあと塩ちょっと足すだけでめちゃくちゃうまくなるからおすすめ。だから別に料理が下手な人でも肉さえ焼けたら、あとこの調味料さえあればある程度美味しい飯食えるから、そこはちょっとこれから留学して自炊して、まあ、お金節約したいっていう人は参考にしてくれたらなと思います。いい感じ、いい感じ、いい感じ。いただきます。うん、うまっ。ピリ辛で、やっぱレッドペッパー入れて正解。